紅葉の時期に合わせて運行する札幌国際スキー場の紅葉ゴンドラ。七かまどの赤や岳看板の黄色など徐々に色づき始めました。およそ15分かけて標高1100メートルの山頂まで登る間、眼下の景色を楽しむことができます。山頂には紅葉を360度一望できるパノラマ展望台が設けられています。現在山頂付近は3分ほど色づいていて、来月上旬に見ごろを迎えます。この紅葉ゴンドラは来月17日まで営業しています。